中林昭雲明治二十三年は幕末明治初期の漫画家。旧姓は三浦、総合は定随、定順、名は関、別号は沖田家。中林武道、平野五武門家。横須賀市光隆二、第十二世。文政元年相模国三浦郡裏郷村わざび、高校隆二住職三浦家の長男として生まれ、幼年期江戸で、 谷文町に学んだ。天保9年前までに、京都に出て、中林武道に指示し、京都町奉行浅野町祖に仕えた。永六年筑道が死去すると三女中、林清祝をめとり、中林清を渡し称した。安政五年浅野町祖が昭府新奉行に左遷されると、江戸に移り、夫婦で全国を満遊し、文後国北で、同州派住職平野五竹に指示し、なお、 関、豪、沖田家とした。源氏元年父の死により帰郷し、制約通り少隆寺を継いだが、慶応三年、中林武家が死去すると正式に、中林家を継ぎ、明治元年寺を15歳の長男庭元に継がせた。母親戦争では、北関義園出身、大村松次郎の下で、軍務官に勤め、維新後兵部省門番頭を務めた。 1882年本塾亀沢町一丁目の中輪家の家督を長女に、1887年、昭龍寺を近隣同宗派の住職の弟に譲り、1890年、死去した。海は静、行詰め瞳を初期、摩天線待ちぶり猛威、61王将区も、中林鈴清志宿は生前帝新林菊之助孫娘を、 養孫としたが、死後その養孫は竹に嫁ぎ、その養孫の妹が中輪家を継いだ。ありがとうございます。